しかしめちゃうこねない。俺が一番と思ったらダメだ、負けた、うん、何名もあーダメだ、最近押すのも遅いのかな俺。あ10秒ぐらいこうちょっと体がやばいやばい、はい、やばくて結構始めましょうか始めますか、はい、はい、皆様こんばんは。こんばんは。ちょっと遅い、うん、ちょっと遅い、食わないのあれみたいね、ちょっと時差で、うん、島区インスタライブもっチャンネルの時間です。今日もよろしくお願いします。はい、お願いします。今日はおい、あの夏にご好評いただいた企画、うん、ご好評だと思っているんですけど勝手に、うん、いただいた企画、うん、マレーライブルース、はい、現物、はい、開封の儀開封の儀ですか。開封の儀です、うん、じゃ あ, あの白装束かなんかしなくていいの儀式なんだけど、うん、儀式なのに残念ながら、うん、シマークで来てますけど、うん、それでやっちゃう、はい、うん、火曜日に、うん、あのマレーライブルースマーク・ケインの、うん、現物展がありまして、そちらで見つけたアイテムの、はい、が今日届いたので、はい、こちらの開封式をやりたいと思います、はい、貪欲にまた他の全国のセレクトショップの人たちに混ざって君ガブガブ食いついてきたわけ。そうです、うん、負けなかった今回は。今回は、うん、もう、うん、そもそも私ぐらいしかいなかったっていう時間的にそうかそうか、そうそう、うんうん、じゃあ行きますかね、うん、私しかいなかったからじっくり選ばれたと。そう、選ばれました、うんうん、じゃあその選んだやつをどういう状態かで見ていただくの、はい、いいの開封の儀。もうパッパッて、この間みたいに夏みたいにやるだけなんですけど、うん、じゃあやりましょう。パッパッ、はい、来たりはちょっとしないできないんですけど、はい、今日ははい、はい、見ていただくだけみたいです。だけです、はい、あれです、今期のだけじゃなくて、はい、そのもっと前からのものも出てたので、うん、はい、そういったことも合わせて、うん、もういいいなと思ったものを選んできました、はい、のでいきます、うん、一昨日のもっこの目に飛び込んできた、うん、やりたい、いいなっていうやつよね。そうですね、はい、かも、まあ、ある程度、はい、範囲はありますけどね、はいはい、この中でっていう部分でのチョイスなので、うんうん、さあ見てやろうかなみたいな、ちょっと上からで。中島さんもね、うん、あの行ってないから見れてないんですよね。そうそう、まだ見てないです。そう、はい、本当に今日届いただけで、うん、萌ちゃんが、うん、それは楽しみです。で、そう、萌ちゃんが検品だけしてくれて、うんうん、私もどの箱に何が入ってるか見てないです。え、本当、なんか引っ張るね。引っ張りますね、うん、で大したことなかった、引っ張ったら大変よじゃあ行きます。はい、はい、はい、もう本当に箱から出してビニールを剥くだけか。剥くだけで、はい、はい、じゃあその辺からいきましょうか、はい、すごいね、2箱ある。そう、まずは、あ、これはちょっと、うんうん、うちでやったことがあるんですけど、うんうん、やっぱかわいいなと思って入れた、うん、はい、シフォンのワンピースです、はい、今年だったら、うんうん、あの中にタートルとか入れてもかわいいんじゃないかなって思います、うんうん、はい、うん、そうですね。こちらがマレーラのワンピース40サイズで 47,300円になります。はい、はい、さて、ね、あ、これもいい、ね、ちょっとかわいいね、うん、かわいい、あらららら、骨はオーダーしなかったね、うん、チェックのノースリにもなるし、うん、あの中にタートル着たりブラウス着たりができるこのワンピースですね、うんうん、このようなベルトが付属でついています。これ付属ですか。付属です。いや、いいベルトです。ここでこうなるというね、ちょっとかわいい、かっこいい感じの素敵な、なんかいい感じ、ね、ブラウン系のチェック柄です、はい、うん、これは私も初めて見ました。はい、こちらコレクションの時にスルーしてんだね。そうですね、はい、こちら40サイズ 53,900円になります、はいはい、
はい、次々行きましょう。2箱もあると結構な量です。結構な量ですね。はい、うわお、なんかいい感じ。そうなんですよ、うん、こちらが和新鮮っていいね。そう、うん、イブルースの、うん、これはジャガード、うん、アニマル柄を特殊な編み方、ジャガードはジャガードなんですけど ね、 ね、うん、金糸というか何糸というか、そう、ブラウンゴールド系の、はいはい、糸を絡めてね、折り柄になってます。このアニマル柄っていうところがいいですね、うん、それがすごい。こちらイブルース42サイズで47,000円になります、はいはい、割とお手頃感、すごい高そうに見えますよね、はい、うん、高そうに見えます。でこちらはなんとペニーブラックですね。そんなのもあったんだ。ペニーもちょっと出てましたね、うんうん、すごい可愛い柄のワンピースがあったので、ね、こちら入れました、うん、エリグリもいいかもしれないです。そうなんです、とにかく柄行き可愛い、はい、こちら、うん、ペニーで、37,400円です。はい、はい、あ、そうか、写真撮るの忘れて、半分撮ってもあれかな、写真、まあそうです ね、うん、ね、なんか楽しいね、こういう見方も。そうそうそう、ランダムに、そう、ランダムに何が出るかわかんない、はい、面白さが、何が出るかな、うん、これもペニーブラックです。ちょっと懐かしい色柄なんですけど、うんうんね、やっぱりこれ素敵だなと思って、うんうん、ちょっと古文柄風のなんか和洋折衷プリントみたいなね。そうそう、ちょっとエキゾチックですね、うんうん、こちら42サイズ、うん、47,000円になります、うん、こういうのがさ一番意外にいいね、うん、しかもこれポリです、うん、スーパーオーソドックスなのにね、結構年間通して長く着れる感じ、うんうん、着れそう。これはこれからの時期に最適そう。そうなんですよ、これもいいな。そう、これがああいい感じ。ちょっと売り場にワンピースがないから、こういうね。そうなんですよね、今、うん、元気が出る、ちょっと女らしい系の。こちらが、うん、ラメッシが入ったストライプ柄のシフォンのワンピースになります、うんうん、はい、シャドウストライプみたいな感じですね、うん、透けてる部分と透けてない部分があって、ここが帽帯で、はい、まあ、オーソドックスなんですけど、はい、やっぱ素材感が綺麗ですね、うんうん、ね、ティアードもちょっとこう、うん、短めだとね、エキゾチックです ね、 そうですね。冬はなんせ最強はブーツ、タイツがあるので、うん、春夏はちょっと無理とか言われる方も、冬はこの丈全然いけると思いますので、うん、ぜひぜひよかった。でこちらがイブルース42サイズで39,600円になります。はい、はい、こんな感じです。こちらマークケインですね。これ前もやったような気がするけど、はい、やっぱり綺麗だし、うんうん、そうだね、やっぱこういうのブーツと合わせると可愛いので入れました、うんうん、こちらがこういった色柄になります、うん、はい、こちらマークケインで3サイズ47,000円になります、うん、そうだよね、マークケインだよね、うんうん、なんとなく記憶が、うんうん、でこちらが、うん、ね、ロールワンピはほとんどなかったんですよ、うん、なんか面白いネーミングの方が質問を始めていただいた。ウケウケマダム、ノリノリだね。いいですね。、うん、陽気な感じがして、うん、そう、陽気で楽しい感じ。こちら、うん、パワーネットのすごい、はい、花柄のワンピース、うん、すごいこれ綺麗ですね、うん、ね、フェミニンなんだけど、うんうん、甘くなりすぎない感じがします、うんうん、ちょっと綺麗なんじゃないかなと思って入れてみました、うん、あんまり甘くならない、ね、色が落ち着いてますのでね、うんうん、
こんな感じのものもあります。これはイブルース？イブルースです。42サイズ、ね、イブルースってやっぱり独特よね。そうですね、うん、ちょっと雰囲気が、うん、49,500円です、うん、イブルースって。でもこういうのになんか厚手のコート羽織ったらめっちゃ可愛い、うんうん、ボアのコートとか可愛いし、はい、あった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 、いろいろ紹介しきれないよ。ビャーっていかないと。あ、ビャーっていかないとね、うんうん、これもいいね。そうなんですよ、この時期ちょっと一着、そうそうそう、うん、ちょっとねいい感じのがありました、うん、軽く着れるドレス、これがマレーラですね。これはいいな、個人的に。34,100円、あら、わりかしお値頃、うん、あのベロアにこういう、うん、なんていうの、うん、もうね、これ折り込んであるのかな、これ、いや、これ叩いてある、叩いてるか、こういう、なんていうのか、このドット、うん、ドットね、のビスみたいなのが入ってる、うん、はい、ワンピースになります、はい、もうタラリンと着てすごいかっこいい感じです。わり、うんうん、かしスッキリシルエットですね、うん。こちらマレーラ M サイズで 34,100円です。うーん、綺麗、かっこいいですよね、うん、女性群がよく言うところのデコルテのラインからバストのラインがすごい綺麗と思う。あ、綺麗と思います、ね、うん、ベロア生地です、うん、そしてこちらもマレーラ、うん、チェック柄のジャージーのワンピースです。なんかいいかもね、こういうの。もう普段着るのにもすごくちょうどいいですね、うんうん、このところこういう系のワンピースやってないから、スマークもね、うん、お仕事とかにもいいと思いますよ、さすがです。こちら S サイズ 38,500円になります。うん、うん、いいかも。ちょっとねチェックの向きが、うん、こっちバイアス、ね、こっち縦とかでちょっとね、うん、変化があって、うん、とにかく後ろファスナーでめちゃくちゃ伸縮あるので着やすいです、うんうん、マレーラベロは私も好きです。ね、お似合いそうだよね。素敵ですよね。うん、完璧に似合うと。ちょっとこの柔らかい感じもいいですよね。うん、これは多分ジャケットだけなんですけど。多分ってあなた選んできたんですね。そう、セットアップで入れたのもあるけど、うん、これ多分ジャケットだけ、うんうん、なんかすごい形が綺麗だったので入れました、うんうん、キャメルのテーラードです、うん、綺麗です、綺麗ですね、うん、こちら40サイズ 53,900円です、うん、シーズン問わずに結構長く、うん、真夏以外は着られるものになっております、うんうんうん、綺麗です。ハンドステッチも効いてるし、うん、ね、はい、それからちょっと楽しいかなと思って入れた365、うんうんうん、いや絶対いいよ、ね、うん、のブラウスです。はい、アート365ですね、ファッション、うん、マレーラアートアートっていう風に名付けてる、ネーミングしてるこのシリーズ、うん、1年365日着ましょう。これも本当に永遠に着ていただきたいって感じですね。ですね、はい、365持ってるって。 ありがとうございます、はい、こちら38サイズで 31,900円になります、はいはい、それ綺麗ね、綺麗ですよね、うん、あっちゃっちゃー、そのスカートもまた良いじゃん。そうなんですよ、後ろの方、あ、これね、うん、これこれこれは、うん、前にジャケットがあったの、うん、ちょっとこれスカートだけなんですけど、うん、使えそうだなと思って入れた、うん、スイードのスカートです、うん、結構あのトップスとか合わせやすい、うん、ニットでもブラウスでもいいし、うんうん、上に羽織るものも結構何でも持ってきやすいので、うん、なんか単品であってもいいかなと思います、うんうん、こちら40サイズで 27,500円です、はい、そしてこちら、うん、マーク・ケインのデニムスカートになります。はい、こんな感じですね、ベーシックな感じ、うん、なんだけどこのちょっとその、うん、ちょっとこの切りっぱな感じとかなんか風合いがすごい可愛いのと、うん、あとここがちょっとアニマル柄入ってて、うん、さりげなくあのマーク・ケインです、うん、
それがなかったら何なのよ、ね、そうそうそう、あっても何なのよなんだけど、うん、あ、ちなみにポッケの後ろがアニマルです。そういうところに価値付けはしっかりしてますね。あるんですね、うん、このスカート、はい、3サイズ、はい、31,900円になります。あ、まあまあ、やだ、ここら辺もレオパート柄が入ってます。嫌だって言わないで、よかったって言ってね、うん、面白い、かわいい、はい、そのぐらいないと3万円もするんだもの。まあ形はいいよね、うん、でニット、あ、いいんだね、これも、それもマーク・ケイニ、それはマレーラ、マレーラだ、ちょっと良いだな、これちょっと可愛くないですか、うん、かわい、あ、良い良い、あらららら、ブラウン系のなんかカモフラみたいな、うん、アニマル系みたいな、うん、すごい可愛い、まるでちょっといい子みたいね、いい人みたいで、いろんな色が入ってます。あ、スルーされた、あまるで、うん、まるでいい人みたい。こちら S サイズ、うん、29,700円です、はい、これちょっと可愛いんじゃないかなと思います、うん、少し細身な感じですね。そうですね、7号から9号の方少し限定になるかもしれません。で、セットなわけじゃないんだけど、うん、セットってわけじゃないと思うんですけど、うんうん、なんか似た感じの、うん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 、うん、全く別物じゃん、別物ですね、うん、ロングカーデがちょっと可愛くて、はい、うん、入れてきました、入れてみました、はい、こんな感じです、はい、こちらが M サイズ、うん、58,300円になります、うんうん、いい値段だけどやっぱりこう距離を置いてても良さが伝わるの、そうですよね、うん、はい、今日は届いたばっかりのマレーラシ、シマクじゃない、マレーライブルース、マーク・ケイン、広げて当てて見ていただいてるっていうだけなんですけれども、ものすごいバリエーションありますので見てください。張り抜きのリブのニットですね、すごいいいです ね、これはニットがいいもの、素材感が良いです、気持ちよさそう、値段も高そう、羊毛って感じ、そうですね、こちらカシミヤ100、カシミヤか、うん、S サイズで53,900円、はい、アリュードっていうブランドになります、うん、はい、あ、また別ブランドか、そう、すごいね、なんかね、とにかく綺麗なんですよね、ニットが、うん、ニットがいいですね、うん、いい値段なんだけどね、やっぱりいいね、そうなんですよね、うん、薄手のブラウンのラメタートル、うん、ハイゲージ、ね、うんうん、14ゲージぐらいですね、かなり細い糸です、うん、ぐらいですね、つっていけないから気持ちいいと思うんですよね、うん、そこの脇のところを見せてください、脇にリブが入ってます、うんうん、ね、うん、少し色を変えてますよ、普段のところで、ハイネックですね、はい、すごいこれね、あるとすごい着ちゃうタイプですね、うん、M サイズ、うん、これはね最強無敵に使えそうよ、38,500円、羊毛94、金属繊維6、うん、あのラメ金、あの金の金属繊維ですね、かわいい、はい、羊毛に金の金属繊維を使ってます、かわいい、キラキラ、ラメ紙じゃないんですね、はい、はい、急げー、下の箱の方が大きいのに、そうですよね、はい、はい、今日は今日入会しただけのマレーラ・イブルース・ペニブラックじゃないマーク・ケインを広げて見ていただくっていう感じですけれども紹介しております。ハイネックの五分袖ゴールドニットになります、うんうんうん、なんかゴールド目がつくのかな、うん、ゴールド結構入れちゃいますね、うんうん、
これが秋もあなた、そうゴールドゴールドのすごいのいっぱい入れてドゴールド入れてましたから38,500円です。いつの間にか全部売れてたね。あいやいやありますよ、ありますよ。あった、はい、出してないのまだ。あいやいやそんなことない、うん、あとはこれ前のお店でやったことがあって、はい、とってもいいんですよね。これですね、うん、マレーラのあいいニットジャガードニット、うん、こうなって、うん、もうあの1枚で雰囲気が叶うタイプ、うんいいうんうん、パンツでもスカートでもいけます、うんうん、それちょっと着てみたら今日の格好にちょうどいいじゃん。うん、パパッと、はい、ちょっとそれはなんか着てみてほしい。少々お待ちください。今突然ファッションのなんて言うでしょう指名でこのニットを着てもらうことになりました。うん、なんかいいな、そんな感じでしたので、いつも言うように今この瞬間見た時にインスピレーションいいなのインスピレーションがパパって湧いた時ってそれはもう、ま、間違いなく旬ですね。これ S サイズですね、うんうん、38,300円になります。38,500円、うん、こんな感じで綺麗に、はいね、1枚で絵になる、うん、しかもこれ毛玉にならないへたらないという良さがあります。そうですね、はい、うん、素材は04ナイロンポリエステル、はい、金属繊維、うんうん、大丈夫ですね、全く扱いが楽です、うん。あといい意味で少しこう立体感が出ますね、今抜けた時に。そうですね、うん、シャキッとしますね。そうそうそう、はい、首のところもね、うん、こんな感じですっごい着やすいです、はい、こんな感じになります、はい、あじゃあ次下の箱、あこれがあった、はいはい、すいませんこれだけいきます。はい、今年重ね着多いじゃないですか。声が小さいですよ。今年重ね着が多いじゃないですか、はいはい、で、はい、こんなものを見つけました。見つけた、重ね着にもおすすめ。楽しかったですね。カットソーフリル襟うん、あ、ほんとだ、これ、可愛いですよね、うん、ああこれ中に着 て、 て、うん、そう、で、上にクルーネックのニットを重ねられるな、うんうんうん、みたいな。おお、すごいじゃん、そこまでひらめき。そうそう回るってすごいね。カットソーであるんだ、うん、みたいな感じでちょっと面白くて入れてみました。もちろん1枚で着てもいいんですけど、ちょっとね、クルーネックの時にバッチリです。これはちょっと使えるですね。ね、ちょっと楽しい、少し優しい気分と、はい、ね、うちにのお客様、スマークを好きでいていただける方たち、どっちかというとかっこいい系のね、バリバリなんで、若干こういう甘さっていうか優しさがあってもいいのかなとは思います、うん。こちら M サイズで 23,100円になります。はい、これ1枚こっきり、1枚こっきり、うん、結構サイズ感もこれフリーサイズ少し A ラインになってるの、これ。そうですね、 A ラインになってますね、うんうん、裾、うん、おそらくバイアス立ちしてるんだね、しかもさらに、はい、生地の垂れ方見ると、うん、あの M サイズ表示ですけど、これはもう間違いなくフリーサイズ7号の5号の方から13号の方ぐらいまでいけちゃいますね。しかもなんかそのちょっとね重ね着してなんかこう、うんうん、そうそう、ファッションも楽しめる、うん、ちょっともう一回首のところアップして見ていただいたらどうでしょう。なかなかこれは良いわになってて、後ろ側がボタンが3つあります、うん、はい、だいぶタイムラグがあるな。こんな感じになります、はい、ちょっと面白いアイテムです、はいはい、いいと思います、ね、うん、じゃあ次下の箱いきます、はいはい、今下の箱はもっと大きくってすごい量が入ってます。よいしょよいしょと、よいしょ、どっこいしょと、どっこいしょですよ、ね、うん、こうバッグもあるのね、うん、おなんか、これはマレーラか。マレーラです。うん、これが、ああ面白い。癖のつけ方が面白いね。そうなんです、うん。ラップスカート？ポリエステルのスカートで、
ラップです。うん、ラップですね。あ、でも脇ファスナーだ。あ、そう。ラップ風。見せかけか。うん、ラップ風スカートですね。はい、でも前身頃、ね、結構開きますよ。結構開くけどかなり深い。うん、ほぼラップ脇ファスナーのね。そう、割とラップ。うん、割と基本こういうのラップっていうわ。そう。はい。包んで。ちょっとアニマルっぽい花柄なんですけど、はい、ここのところにちょっとグリーン使ってたりするのが面白い、うんうん、ここですね、うん、この、うん、でこんな感じで入っていただくっていうものになります、うんうん、それが38サイズと40サイズ、うん、まあ、こうなります。カタログにありましたねってね、これかなって感じですよね、うん、29,700円。カタログで見てた印象とだいぶちょっと個人的には雰囲気が違ってたんですけど、うん、こんな感じのスカート素敵です、うん、なるほど、うん、カタログ見てる？見てますよ。なんか私もうちょっと違う感じ。違う、俺カタログ見てない。え、じゃあ見たらすぐ、ああ、これかってすぐ分かりますよ、うんうん、いや、カタログ見てないからいけないなと思って。先生、見たら、これなんでうち入れなかったんだって散々言ってましたよ、うん、え、これを？これを、カタログを見て。あ、そう。なんか緑のコートの、緑のボアのピーコートの下に着てたと思う、うんうん、あ、そう。インスタかな。あ、違う、テイラードだ、これだ、うん、これ、うん、これですね、うん、これ、うん、あ、さっきの上着、ね、さっきの上着より長い気がしますけど、うんうん、これでした、ボアじゃなかった、うん、これか、うん、なるほど、はい、でベージュのニットと合わせてたかな。すごい記憶ね、うん、カタログがもう全部頭の中に先インプットされてる。インプットされてで、こちらはちょっと可愛い、はい、わ、合皮のスカートです。すごいね、ミニ、かっこいいね。かっこいいですよね、うん、後ろファスナーになります、はい、ここのドレープがめちゃくちゃ可愛いと思います、うん、42サイズ1点限りです、うん、違いましたねって。いや、ほぼ一緒でした。いや、もうね、これはさあ、でもこれ結構寝頃。いやいや、これはそれこそさっきのタイツを履けて履いてよ、ブーツを履く人、うん、どなたにでもおすすめしたい、個人的に。しかもお寝頃。ちょっと待って、上はどういうイメージでも できるもん、ね、うん、ブラウス、うん、まあカットソーニット、ざっくりニット、何合わせてもこれでめっちゃおしゃれだもん。ここファスナーで、ここがこうなって、うん、で、合皮で。いや、これは使える。お値段びっくりしました、今私。え、嘘、まさか3900円とかじゃないよね。22,000円。ああ、確かに。もうちょっと高いかなと思った、うんうん、綺麗、綺麗ですよね、うん、これ、おすすめです、うん、お早めにです。すごいいいです。っていうか個人的にそのスカートちょっとおすすめですよね。単純に自分の好みで言ってる。こうなりますよね、うん、いやでもそのね、そのスカートはいいよ。で、似た感じでちょっと違うのがあって、いろいろ見つけてきましたね。これ、あ、じゃあ、あ、いや、これもまたかっこいいです、うんうん、これはポリエステルレーヨン、うん、ポリウレタンで生地物でマレーラなんですけど、うんうん、ちょっとまた違った、よりタイトな感じがします、うんうん、かなりエレガントに履いていただけるかな、これ。そうですね、うん、合わせの感じ、履き方の感じはこの前のそのスカートと同じような感覚だけれど、うん、よりちょっとこうモード感がビシビシ溢れるのがその合皮の方で、うん、こっちのはなんかエレガント、クチュール、うん、クチュール風のエレガントですね。そうですね、はい、こちら42サイズで 27,500円です。はい、はい、これは
ちょっとどんな感じかなと思って入れてみました。うん、可愛かったんですよね、うん、それもかっこいい。そう。結構いいの入れてる。あ、嬉しいです。うん、これ黒のサテン生地のカーゴなんですけど、うんうんうん、裾がこう絞れる感じになってるんですよ。うんうん、こうやって両側で、いやいやいや、かっこいい、これかっこいい、なんかかっこよさそうですよね、うん、黒のサテンっていうところがまたおしゃれ。いやいや、かっこいい。これイブルース、うん、42サイズで25,300円になります。イブルースに見えないですよね、うん、ワイドパンツにもなるし、うんうん、形綺麗だと思いますよ、うん、イブルースはもうちょい癖があって可愛い感じになるけどね、うん、これかっこいい、かっこいいですよね、ムード、うん、マレーラのそうモノクロームシリーズのなんか別の素材の提案みたいな感じですよね。かっこいいです、うん、かっこいいですよね、うん、25,300円です。こういうのをやっぱりちょっとゆるゆるで履いてもらって、うん、下は今回入ってるハイカットのスニーカーとかレースアップの、うん、ショートブーツ、うん、バチコンと合わせてもらってかっこいいかな。かっこいいですね、はい、で、うん、でサテンのスカートが入ってるので、うん、このモノクロームのあるじゃん、あるじゃん、合わせて見ていただいてよ、ちょっと完璧じゃん。そうなんです。なんでこのブラウス入れなかったんだろう、入れなかったんだろう、おバカね、二人とも。けどこれはちょっと傑作じゃない。こんな感じになります。これかっこいいですよ、このバイアス立ちのロングスカートにシャツ、超女っぽいスカートにシャキンとかっこいい、かっこいい、エレガントかっこいいシャツ、これをセットアップで着てもらった日にはめちゃインコですよ。うわ、綺麗、かっこいいですよね。これなんでつけなかった高かったのかなその時なんでだろう、予算36,300円。そうでもないか、結構オーダーするときは割とってつけちゃえっていうのから少しこうセットアップにしていくと価格がこう積み込んでいくと、今回は1500万とかそういう予算でやってたから、なんかモノクロームって結構洗濯とさ、うん、あれやめるのが難しいんですよね、うんうん、あ、これモノクロームだよね、はい、これちょっと皆さんおすすめします。遠くにこれいいわ、すごいかっこいいです。ないよこういうシャツ、ね、うん、サテン、これポリエステルサテン、あ、いや、アセテートシルクです。あ、アセテートシルク、マレーラが得意の、うん、かっこいいですよね、形も綺麗なんですよ、めっちゃくちゃこれいいと思う。両方40サイズになります。うわ、それにさ、さっきの黒のスカート、あ、うん、ちょっと合わせてみて、もう合わないわけがない、シルクのこういうのに、ほらかっこよくないですか。で、ちょっと帽子かなんかかぶってひね、めっちゃかっこいいですね、そうそう、うん、かっこいいじゃん、ちょっと帽子かぶってみてよ。え、あのニット帽でいいんですか。うん、ニット帽でいいですか。はい、なんでオーダーしなかったんだろうしかも難しいキャミソールでセットアップにしてんだよね、島木さん。そうそう、ニットのね、うん、そうか、ニット合わせでキャミソールにしたのかなとはね、はい、こっちの方が王道でよかったベーシックにいけますね、うんうん、かっこいいっす、かっこいいです、この感じよ、足元そのままでいいからさ、うん、ます、はい、バッチリンコです、こんな感じです。じゃあ次、はい、そうなんだよね、マレーラ・イブルースがもうガツガツになってたからね、フリーの在庫を一切入れなくなっちゃったんで、うん、あ、それのワンピースバージョンだ。そうです、さっきのスカートのワンピースバージョンになります、うんうん、ここがシャツ襟で、うんうん、ここが、うん、あのちょっとこうカシュクール風になってて、うんうんうん、めっちゃ可愛いんですよ、うん、これなんかインポートって感じだよね。そうそう、変形シャツワンピーって感じの、うんうん、でこういうところの緑がすごい面白く効いてて、うん、
ちょっとね、かっこいい感じですね。ちょっとお食事会とかいいじゃない、これから12月の。そうそうそう、うん、で、ここ撮影日ってとこがまたいいですよね、うんうん、こんな感じで、で、丈も長すぎず、うん、短くない丈になります、うんうん、ちょっと面白いんじゃないかなって思います、うん、ちょっとシャギが効いたマレーラの超ロングコートがなんか羽織っていただいて、あ、素敵ね、うん、かっこいい、無造作に、無造作に、うん、シャリン、シャリン40サイズで46,200円です、はい、割と最近感覚が一段と麻痺してきてるけど、うん、4万円台とかになるとリーズナブルな気がする。なんかいろいろね、うん、ね、うん、なんか円安なんて価格が分かんなくなってきましたね、うんうん、こちらもあのサックドレスって感じの、うんうん、マレーラモノフライトアート365のシリーズ、うん、365なんだ、あ、本当だ、使いやすいのワンピースです、うん、このシリーズは本当洗濯機で洗える良さがあるので、うん、すごく使えるのと、うん、今ここ V なのでキャミ着てもいいし、うん、タートルとか着てもいいし、うん、あのなんかこう首元はいろいろできます、うん、これでテディベアコートかなんかをバフって羽織ってもかっこいいね。かっこいい、うん、これねちょっと短めですしね、うんうん、めちゃかっこよくて使いやすい、うん、一年中着られます、はい、こちらが40サイズで36,300円です、はい、こちらが今年の365の、あのその年にしかない柄っていうのが出てきますけれども、うんうんうん、こちらもその一つで365のブラウスになります。この辺は迷いに迷ってやめたんね。でもいいね、いい、ね、楽しいですね、うんうん、迷いに迷って最後の最後まで迷ってやめたんです。ちょっと予算的なこともあって、はい、あれなったんですけど、うん、でもやっぱいいですね、うん、すごくこの配色がマレーラ、イブルース、マークケン、ケチケチになってるからね、最近ね。なかなかね、うん、いろいろ大変なの、ゆず効かなくて、でも迷いに迷っただけあっていい、いいですね、うん、これはおすすめです。40サイズ、31,900円です、はいはい、おそらくこの辺はコレクションサンプルだと思います。じゃないと思う、あ、そうか、これしかないの、うん、そっか、そういうことなんですね、うん、了解です。ではお次、これお、すげえ、なにこれ、合皮のゼブラ柄ブラウス、マッケンか、これなんかすごくない、面白いんですよ、なんかちょっとしたコートっぽくも使える、うん、合皮のロングシャツコート、うんうん、でここにポッケもあるので、いやすげえ、うん、ちょっと羽織ってみる、羽織るだけで楽しい、うん、カタログ掲載されてて私も気になってました。本当に知らなかった、うん、いやこれをカタログ掲載になってたんで、そのなってました、それそれ、あ、こっちね、うん、こっちね、あと36ね、これでも一点限り、ね、このシリーズさめっちゃくちゃ迷ったよね、本当にめちゃくちゃ迷いましたね、なんでつけなかったんだろうっていうか、今期はあんまり365入れてないですね、うん、今回はやめようって感じでね、そうそう、モノクロームの方にシフトを変えたのね、そうそう、マレーラのですよね、はい、ね、これもかっこいいね、かっこいいね、なんか面白いんじゃないかな、いやいや、その感じでいいじゃん、お、ね、ちょっといい、見たい、お、ちょっとかっこいいよ、ちょっといいですよね、マークケインかっこいいね、そう、普通に使えるのあるの、なんか喜んでる、うん、ダメだよ、女王になんか面白くないですか、ダメですって言ってた、あの手前ね、ハイカットのスニーカー、そうそう、望月さんダメですって言われて、そうゼブラ柄の合皮のジャケットが結構面白い、うん、いろんな使い方ができると思うんですよね、うん、これちょっと楽しいです、まあ、ちょっとこれいいじゃん、いいですよね、うん、あ、なんか君にでもかっこいい、かっこよくなりますね、そう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 、ごめん、ね、ごめんなさい皆さん、またいい、いじめてるって取られるかもしれないけど、もっこにさえかっこいい、わかりやすい、
いやそれね、止めてももう変にしなくて、変にっていうかもうねごめん着こなし考えなくて これでいい。でもこれ T シャツでもいいし、なんかニットでもいいし、あの面シャツ重ねてもいいし、いろいろ楽しいかなって思います。マークケイン飽きましたら撤回。あいややっぱかっこいいっすよ。正直私もそうだった。いやこれかっこいい、これかっこいいですよね。それの一点限り証明、あのね証明法帰結するわけじゃないけど、モッコが羽織ってもめっちゃかっこいい。あ、はい、ありがとうございます。ていうことは服の力、うん、服の力見ていただいてる皆さん間違いなくかっこいい。かっこいい。だってセーターニットの上から羽織っても全然素材負けしないの。うんうんうん、ね、シャツなのにペナペナしない、うん、うわかっこいいこれ、うん、でしかもなんかこの感じがかっこいい、大げさじゃない、うんうん、もうね一つ言う、着こなしようと思わなくていい。着こなそうとかやっつけてやろうと思わなくていい。やっつけられてお袖を右手と左手そう通すだけ、通すだけでいいですか。あとは襟作ったり袖作ったりしなくていい。いいですか。ボタン何個つけようしなくていい。このままでいい。これあの本当マークケインのそれこそ T シャツとかに羽織ってもかっこいいですよね、うん、そうそうそう。いやこのまんま、このまんまこれは使えると思います。めっちゃかっこいいよね。うん、こちらの値段、うん、値段はかっこよさそうだねこれ。そうですね、値段までかっこいいとは思いますが、いやちょっとかっこいいわ。単にこのゼブラ、黒ゼブラがうわ何それと思ったけど、着たらめっちゃかっこいい、うんうん、これ2サイズ47,300円です。あやっぱりほどほどしますね。でもかっこいい、これはでも使えますよね、大活躍。何よりもっこ君が羽織ってもマジでかっこよかったってことは、皆さん大丈夫、今の2倍3倍かっこよくなります。いけます、いけま す, いけます。はい、でサイズ感もこれは割とフリーサイズに近い感じです。そうですね、はい、少し広げてます。そうそうそう、バストから裾にかけて、でこれはあの本当にこうボタン止めて着るってより羽織って、はい、やありがとうございます。お取り置きお願いします。あ、はい、かしこまりました。これ本当楽しいと思います。本当にかっこいい。ロンちゃんさん10倍かっこいい。10倍って10倍しょうがないけど、うん、はい、あの通りすがりのものが、うん、通りすがりの人が着ても君の2倍3倍かっこいい。はい、じゃあ次、はいはい、セットアップ入れました。これいいね、うん、こんな感じで、うん、すごい綺麗なセットアップです、うんうん、こちらハンドステッチも素敵ですし、うん、いいね、とにかくかっこいい。パンツのサイズはそれ、これが42か、40はなかった、なかったです、なかったんです、うん、合いそうだけどね、パンツが1本しかなかった。あ、そうなんだ、うん、31,900円のパンツと、はい、うん、かっこいい。こちらジャケットがめっちゃかっこいい、52,800円、ジャケット40サイズです、うん、ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン、うん、すごくあの使いやすいジャケットだと思います、うん、でもう一つスーツがあって、うん、あれれれれ、あ、こっちじゃないや、さっきの、さっきのスーツ、これとこれかな、うん、違う、間違えた、間違えたかな、それとセットアップじゃん、これで大丈夫ですか、はい大丈夫です、一緒の色よ、やばくない、あ、そっか、うん、大丈夫、それで一緒、あ、一緒です、うん、これです、このセットアップスーツも入れました、うんうん、そちらはサイズは、こちらジャケットが42、はい、69,300円と、はい、パンツも42、36,300円になります、うんうん、なるほど、うん、パンツがとにかく少ないね、うん、でも形綺麗、綺麗ですよね、うんうん、で、うん、ニットがあるんで、わお、それもいいじゃない、あの、アンサンブルにはニットが、うん、
アンサンブルになる、ニットが。これもコレクションの時オーダー迷ったんだよね。うん、でニットがあるんですよ。高かったのかな、うん、迷いに迷って一着。ああ、そういうことだ。いいじゃん。セットになる。ちょっとちょっと。で、素材はちょっと違うんですけど、うんうん、でも色合いは大体一緒でセットになるもので。いいじゃない。そうなんですよ。めっちゃいいと思います、これも。ね、はあ、上から貼ってみよう。上からでも、うん。いや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 。うわぁ、ちょっと。なかなかない贅沢なニットジャケット。襟の作りとか見てください。ニットなんです。これニットじゃないですよ。あ、それ不白か。これ不白で、こっちがニット。こっちがニットか。やっぱりね。それとさっきのイブルースの黒サテンのカーゴパンツもお願いします。あー、かっこいいですね。バッチリだ。うん、バッチリ。これちょっとね。はい、了承いたしました。かしこまりました。これいいね。はい、ここら辺とかっこいい。うん、オッケー。ちょっと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 いいじゃない。おしゃれですよね。まるでまるでまるで道行く何者でもない人に見える。何でもないんじゃん。あ、そうか。むしろ他人じゃないですか。そうか。道行く通りすがりのものにしか見えない。それ何にもない。あ、そうか。こんな感じになります。うん、でもすごく素敵です。素敵ですよね。うん、ちょっとこれは正直言って贅沢感にあふれる。そうですね。はい、スーパー、誰が見てもいい服、うん、スーパー贅沢な普段着。贅沢っていう言葉はちょっと適切かどうかわかんないけど、うん、なかなかね、うわーって、こういうものこそなかなか手が出ないもの。そうですね。うん、イタリアの風が吹いてます。そういうこと。ピューン、ピューン。通りすがりの、ね、イタリア帰りの。こちら42サイズで69,300円です。そうだ、値段でこれちょっとあれだったのかもしれない。かもしれないね。うん、ニットはちなみにこれはですね、うん、あのラメのスカートと一緒に入れたからこれだけ入れたんですよ。そうか、あのプリーツの、うん。こちらが47,000円です。うん、10万するんだよね。だからだ。先にこっちありきだった、うん、でも誰が見てもこれはね、おしゃれでいいですよね。で、誰が見てもちょっと、うん、やっぱ襟の形とかやっぱすごい綺麗、うん、全然違う、全然違う、このきちんと感、うん、これは良いよ。これも良いよ。さすがですね、うん、猛獣のようにいろいろ選んでしまいたね。はい、ちょっと面白いのを入れました。すげえ。なんじゃそれ。マーク・ケインのフェイク・ムートンのジャケットコートで時々エナメルみたいな。時々エナメルっていうか、うん、こんな感じになってて、うん、ってこのところとかエナメルになってる、うん、中もあったかそう。うん、ほんとだ。それリバーシブルじゃない？あ、本当だ、ポッケがありますね。うん、ひっくり返して着てみて、両方着てみて。先にこっちでいいですか？うん、いや、どっちもこれいいわ。裏がすっごいおしゃれだよ。あら、かわいくない？かわいい、かわいい。ちょっとこのピンクベージュなところとかもすごいかわいくて、うんうん、かわいいっていうか、なんていうか、おしゃれ。おしゃれですよね。無造作、無造作なのにおしゃれ。かわいい。で、これも下世話だけど高そう。すごい高そう、うん、どう見ても高そう。こういうところとかで聞いてますし、うん、いい意味でね。そう、こういうところ、うん、色がまた良い。なんかブランド好きがどうのこうのとかそういう意味じゃなくて高そうに見える。いいコートで、すごく厚みがしっかりあって、うん、ほんと気持ちがいいです。はい、で裏返してみますね、うん、裏返したその配色が綺麗だこと。色いいですよね、うん、ちょっとそこのお嬢さんって感じだよ。あ、まあそれは私のことかしら、うん、お嬢さんって言われちゃったよ、ね、うん、街角インタビュー。 あ、この感じもいいじゃない。ほら、優しい人に見える。あ、ここがなんか配色になってる、うん、そうなんだ、だから配色が綺麗。
な感じになります。色合いがいい、ね、まるでドイツのブランドなのにイタリアのミラノの人みたい。うん、そうですよね、うん、ここは折らないのかな、折らない方がいい、折らない方がいい、この配色がなんか、うん、そう、それがいい、それがいい、もうあの手の甲を隠した長さでこのまんまでいい、うん、いい感じ、いい感じ、そう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 、かわいい、この感じ、このまんまがいい、良い、すごく良いと思う、かなり良いと思う、めっちゃかわいいんですけど、はい、めちゃめちゃかわいい、うん、あるね、すっごい可愛いですよね、いろいろ、今日すっごいおしゃれな色が、とにかくお見えになったお客様がなんかもういいって思うんだけどね、すごくいいですよね、すごい、もういいって、もう買いすぎたと思うんだけど、毎日のようにガンガン商品が入ってきてライブを見てしまうのよって、あとホームページ、毎週のように私来てないとか言ってましたはいって、今日いらしたから、そうそう、今日いらした方がね、ありがたいです、困るのよね、こんだけ新作がどんどん入ってくるともういいってわけにいかないのよって、そう、この間も、うん、もう入んないよね、うん、もう入んないよねって言われて、いや、はい、ちょうど今日現物に行ってきたところなんですよねみたいな話をね、ついそのこの間しました。綺麗ですね、こちら3サイズマークケインで73,700円です、はいはい、これもね、5号の方から13号、うん、あるいは15号の方まで行けます、行けます、ひよこちゃん着ても全然大きい感がないのね、うんうん、その大きさ感がすごいおしゃれ、楽しい、はい、すごい可愛いですね、これいいですね、そう、ね、そう、本当に困ってらっしゃった今日のお客さん毎週なのよねとかね照れます、うん、まあでも本当によくこんだけ入るわ、しかもその帽子、それ帽子？帽子、帽子まで入ってる、うん、手袋はなかった？手袋なかったんですよ、一個もなかったですね、そっか、手袋ね、ないのっていうお客様は最近2、3人、うん、いつもやってんじゃんって言われた、こちら、はい、あボンボリマークケインの帽子です、うん、ニット帽、はい、11,000円になります、お手頃です、ぼんぼりは取れません、うん、こんな感じです、うん、こちらはお色違いのぼんぼりね、これぼんぼりはアクリルファーかな、そうです ね、はい、うん、フェイクファー、黒になります、今潰れてますけどぼんぼりはスチームでふわって綺麗に吹かせますので、吹かしておきます、でこちらもマークケインのニット帽です、はい、こちらマレーラの、うん、ニット帽、うん、これ多分、うん、去年グレーのマフラーとか帽子、うん、あ手袋とかがあったと思うんですけど、うんうん、多分それと同じ糸だと思うので、うん、もしちょっとマフラー手袋をお持ちの方にもおすすめです、うんうん、あこちらがちなみに14,300円になります、うん、そしてまだある。まだある。はい。すみません、まだいっぱいあるみたいです。謝っちゃった。まず、すごくベーシックなニットを、アリュード S サイズ46,200円、うん。アリュードもニット高いけどいいよね。すごく、うん、あの型崩れしにくいし、うん、物がいいし、うん、で、なんか落ち着いてるんだけど、うん、若々しさもあります。え、そうなら欲しいよ、そうだと思います、グレーのニット帽、ああそうかそうか、はい、ちょっと置いときます、うん、でこちらは半袖のニットになります、このアリュードいつもあのコレクションマレーラ・イブルースのコレクションと並行してあるんだよね、そう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 、いつもいいないいなと思いながらベーシックだけど、うわめっちゃいいけどいい値段よねって言って結構スルーしたの、
こちらカシミヤ100です。46,200円になります。うん、この袖の長さとかがね、うん、おしゃれよね。おしゃれ。サイズ感は S です。S でそんなにゆったりしてるんだ。はい。こちら、うん、イブルースのモヘアニットです。はい。こちらが M サイズで33,000円。うん。私はとにかくモヘアが人気なんで、うん、入れました。来週持っていきますって。あ、ぜひぜひぜひ。うん。で、ちょっとかわいい、うん、ワードだね。あ、リュードのマフラーです。うんうん、あ、リュードのニットいいね。すごく物がいいですよね、うん、こんな感じにできたりとか、綺麗、うん、はい、こんな感じになったりとか、うん、あ、綺麗綺麗、こんな感じに、待ってきた、よいしょこんな感じになったりします、うん、さっきのカシミヤのニットって色が一緒じゃない？違う？さっきのは水色ですね。これは紺ですね。違う違う、その縁取りが、あ、縁取り、これベージュ、うん、ベージュか、うん、似てる色が、うん、三角形なんで、なんか巻きやすいんじゃないかなと思って入れました、うんうんうん、はい、なんか使いやすいかな、うん、で、それが、うん、今のはコンベージュで、うん、黒グレーもあります。かっこいい。すごく、なんていうの、ここがすっきりしてるから、うん、巻いた時に先っちょがすっきり収まるタイプです、うん、はい、あ、リュード、あ、いいお値段した、69,300円でした。だよね、いたしましたね、うん、はい、そしてアリードはね、本当にいいけどね、値段もいいんだよ。出しますね。うん。それで無造作に取っちゃいました。そう、躊躇してやめるのよ。そして、ラストスパートいきます。はい。これが、うん、マーク・ケインのニットジャケット。え、ちょっと着てみて、これめっちゃ綺麗。そうなんです。あっちゃー、この辺コレクションで目についてなかったのかな。やっぱりいっぱいあるんで、うん、あの違う、つけたいのが、うんうん、そうだね、こういうベーシックなのって意外と、うん、あ、いや、これもいいじゃん、ね、すっごい気持ちいいです、このニット、すんごい綺麗、こうやって止めてもいいし、うん、めっちゃ綺麗、ちょっとジップアップしてみて。ジップはダブルジップになってます。いや、綺麗なこと、ニットがいいですよね、うん、そこまでだ、あ、ここまでだ、うんうん、その襟の帰りも綺麗だもん、うん、うわ、こんな感じになります。え、まるで素敵な人みたいよ。だけどちょっとそこの通りすがりのお嬢さん。だけど、はい、ちょっと待って、はい、まだいろいろあるのね。え、おしゃれですよね、まだいろいろあるみたいですよ。おしゃれ、これ、これに合わせなくていいんだけど、うん、マーク・ケインのすごい素敵な、うん、合わせてもいいかも、ストールがあった、うん、中でも外でもいい、綺麗、これも感じ、これ綺麗ですよね、うん、めっちゃいい、こんな感じで、ま、これにしなくてもいいんですけど、うんうんうん、しないかもしれないけど、うん、ま、一応マーク・ケインつながりです。うんうんうん、まあ、しないわね。これはね、このニットにはしないけど、一応、はい、で、これの、このストールは38,000円、はい、そして、でもいいね、それ、そして、はい、まだある、これね、もう本当にシンデレラサイズですけど、マレーラのブーツ、サイズが合う人、めちゃんこラッキー、かっこいいよね。牛革スエード、高そう、77,000円、はい、の2杯になります。はい、こんな感じです。素敵ですね、ちょっと入ってみようかな、ね、素敵ですよね、うんうん、いや、それはいいよ、シンデレラサイズ合うの？あの、大きいですけど、まあ、かけないわけじゃない。サイズいくつ？37
ってことは23半が 4? 3半から4ですね、うん。そのさ、シンプルなそのざっくりのニットコートに、はい、その2杯のブーツ、はい、パーフェクトじゃない？そうなんですよ。もうなんか、うわお、パンツが、あれなんだけど、うん、パンツがあれなんだけど、ミラノコレクションのモデルさんみたいよ。ねえ、うん、かわいい。このブーツ、そんなに別に大きいわけではないんです、うんうん、全然で、うん、最後これはファッションさんに入れるかどうか電話で迷ったのがあります、うん、はい、そんなのありましたか？ファッションさんに聞いたんです。そう、この値段のバッグ入れていいですかっていう。ああ、はい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 、入れちゃった。これがこれです。おー、いいじゃん。高そうだね。あ、それ、ちょっとおそらく見てるうちの何人かこれ欲しがると思う。これこのこの、これ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 。丸ごといけちゃう。めっちゃかわいいファーのバッグです。うん、マンケンです。なになに、これすごいじゃん。すごいかわいいんですよね。今日一番テンション上がった。めっちゃいいじゃん。めっちゃかわいいのがありました。こんな感じになります。最後の最後持ってきたね、はい、この人と違うね。大鳥がそれかいじゃなくて、大鳥がそれかい、大鳥がこれだったらベリーグーですだと思います。これもマークケイン、これもマークケインになります。マークケインいいね、うん、これねちょっとお値段が良くて、うん、会場でファッションさんに電話したんですよね、はい、電話もらったけど、ファーのバッグでこのお値段どうでしょうかみたいな聞いた気はするけど、いいんじゃないの。こちら6万500円。あ、まあ別に普通じゃん。いやいやいや。で、まあこういう感じになって、マグネットボタンで留める感じになります、うんうん、で、このジャケットがいくらかをお伝えしておりませんでした。いや、これは一式いくね。これはですね、この色がお好きな方絶対だよ。こちら2サイズ74,800円になります。いい値段だけどもね、うん、良さがあったかい、うん、一目瞭然、めっちゃあったかいです、うん、これ脱いだら、あ、着たら脱げない、うん、いや、あの袋からね出した瞬間もうこれいいって分かった、うん、なんでオーダーしなかったんだろうっていうか、もうマークケインには関してインパクトの強さでいつも求めてるから、マークケインらしさで求めてますからね、すんごいいいよ、気になります。で、もう一回そのバッグ持ってみて、まるでおしゃれな人ですよね。うん、もう中のニットがあれだけど、これだったらね、もうそのキャベージュで全部揃えてほしいかな、はい、ですね、こんな感じになります。かっこいいです。ちょっと一式いい値段だけれど、行ける人は行ってほしい。でもちょっとね、なんか楽しいチョイスになったかなと思います。はい、以上です。はい、以上です。よかったと思います。お疲れ様でした。うん、それとさっきのエナメルのシャツ、あとそのプリントの、そう、うん、ちょっと個人的にね、うん、これと、うん、これと今着てるやつと、この一番前のこれ、これね、うん、あとそれ、あ、結構いっぱいあるね。本日のファッションの今初めて見た一押しはこの辺ですね。これで着ても可愛いですね。うん、素敵。あ、ちょっと着てみて、その感じもいいわ。あのストールはもうあれだよ、ストールもシンデレラストールだよ、それ。そうですね、これ2枚あります。あ、そうなんだ、じゃあ1枚ガオカチョウだよ、はい、あ、この感じも素敵ね。うん、あ、こんな感じで、これはちょっとシックな感じで上品ですよね。いい感じ、いい感じですよね、うん、ちょっとね、そう、あ、
いい感じ。いい感じです。うん、いやいい感じです。いい感じですよね。ちょっと好きです。うん、ねえかっこいいですよ ね, ねいやちょっといい感じです、うん、はあ。素敵です、うん、ナイスです、ナイスです。いやいや、やっぱり楽しいですね。ね、もうちょっとごめんね、そろそろ何気に新鮮っていうか、こうワクワク感なかなか、ね、感じるものもうないだろうなって、そう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 、今日だから2箱入ってたけど、はい、あんまり見ようって気にならなかった。こうやって見せてもらうとめっちゃいい、めっちゃ楽しいです ね, ね、まるで素敵な人みたいってそう思います。本当ですよね、格好が可愛いって、まるでね素敵な人みたいですよね。まるで素敵な人みたいよ、ね、うん。大笑い、マジで服の力、うん、服の力、それだけ服ってね、すごいですね、え大きい、うん、モッコがまるでかっこよく素敵な人に見える。そうですよ、まるで格好がよく見える、まるでですよ、本当に、うん、こんな感じです。服の力、服の力、すべて、うん、マジでいい、いいですよね、うん、いや、改めてあなたのこの強欲というか貪欲なそのもっともっと精神、もうあっぱれ、ここまであるのにまだ入れるんかって感じなんですけど。はい、そう、パッションさんが最近よく口にされてますが、ホワイトベージュ系がとても今刺さりますねって。そうですよね、そうそうそう、自分も見て意外に結構ベージュ系チョイスしちゃいました、うん、珍しく。そう、ホワイトベージュはね刺さるんですよ、うん、もう間違いなくいい、うん、と思いました。思います。そんな感じですか。はい、そんな感じです。いやそのままもう立ってたらわけわかんなく、まるで素敵な人を、ね、すごい高そうに見える。とりあえず2週間ぐらいさ、はい、はい、そんな感じですかね。そんな感じですごくいい、ちょっとバババですけど、うん、開封の儀をさせていただきました、うんね、これはもう完全フリーサイズだね。そうですね、うん、はい、してます。いやいいね、いい、うん、個人的には中のあれまで合わせてほしい。あ、白もね、スーパー贅沢に、そうです、ね、最後当てるだけ当て込んでみて、その感じで。あ、嬉しいですね、山のように選んでいただいたのに、おととい。あのあと、もっちーさん行ったんだよね。そうそう、夕方にですね、うん、また眠れない夜を過ごします。欲しいのたくさんですね、おそらくそう思います。ちょっとこの感じ、もう一回皆さん見てください、ね、よ、ちょっともうちょっと上に上げて、中のニット、そう、ちょっと良くないですか、これ。これちょっと素敵ですね、うん、スーパーいいと思います。すごくイタリアの風が吹いてる、はい、ニーハーのこのブーツがどうのじゃなくて、スニーカース1本でいいと思いますね、今回のスマークの提案しているハイカットのスニーカーブーツ、あの辺で合わせても綺麗。このコートがまた素敵、素敵です、本当に素敵、はい、すごいこういうね、腕のこういうところとか効いてますよね、うん、かっこよい。今日は喋んないでずっと座ってるねって言ったのに、いつも以上にまた暑くなっちゃったわ。もうほら、そんなね、ときめき、テンション上がるのあんまりないと思ってたから。そうですね、最近あんまり行っても、現物行っても量が少ないので、うんうんうん、あんまりわーっていうのを見つけるの、うん、機会が少ないんですけど、うんうんうん、今回はちょっとコート系は一切なかったんですけど、はい、ちょっと楽しいのは入れられたんじゃないかと。形いい、まあ、それであれ最後、あれはしつこいかな、バッグ色合いは一緒だけど、あ、でも全然平気だね、色合いが、全体の置いてある色が一緒だからね、ちょっとカジュアルな感じになります、うんうんうん、あ、いい感じです、早いもん勝ちですね、はい、楽しいと思います、うん、はい、なんか本当次から次にもう出ないよね、もうね、どうですかね、12月8日だよ、もう出ないよね、まだ12月8日ですからね、あ、そうか、分かんないですよね、うんうん、はい、そうだね、うん、はい。
じゃあそんな感じですね。そんな感じで、はい、お付き合いいただきありがとうございました。ぜひお店でもご覧ください。いやこれいい ね、もし気になるなりましたら細かいことをお伝えできますので、うんうん、何なりとお問い合わせください、はい、これも良かったんだよ。これも良かったです、うんうん、全部良かった。はい以上ですね。はい、じゃあ行きます。はい、今日もありがとうございました。今日もありがとうございました。はい、行きましょう。次は土曜日の、はい、もっチャンネル8時半からになります。はい、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ行きます。はい、 This is the fashion。 ありがとうございました。今日も盛りだくさん。でもちょっといいね、内容が結構なかった、うん、すごく良いよ、うん、さすがもっこだよ。本当に。あとこの辺は普通のっていうかインポート好きのお店でもこういうのはあんまりオーダーしないわね。そうですね。オーダーしないし抜かないね。抜かない感じのは結構抜けたかなって感じ、ね。うん、ありがとうございます、はい、結構ねシンプルだけど弾けてるじゃない。そうですね。これなんかいいそっくり残ってた感じがします。そういい個人的にあのさっきの茶色のさあニットのそれそれマーク・ケインのそれ何これ、綺麗。いいですね。そう、それにそのバッグね、もうこれはね抱き合わせで行ってほしい。本当これも完璧ですよね。完璧完璧。可愛い。先日ほら自分が岡来てくれた T さん丸ごと好きだと思う、うん、ね。です。あ、はい、ありがとうございます。今日もありがとうございました。はい、失礼いたします。はい。